たけさん来たね。来ましたよ。それ何？これはこれです。その前にその工事用ヘルメットはね、あれだよ、バイク乗っちゃダメだからね。知ってる？当たり前でしょ。おお、これがねたけさんのバイクね、次ね。はいはいはい。ただいまオークション会場から届いたばかりの CB250F。 はあ、今日から乗るの？いやいやいや、もう11月終わりだよ。いやいや、ナンバーないから。ナンバーないの？ナンバーない。いや、ナンバーなんかすぐ今日つくよ。まあそりゃそうですけどね。250ね、うん、そう、はい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 。令和、僕知ってるよ情報、うんとね、令和元年の、8月登録かなんかだったかな。だから比較的新しいよね。そうね、うん。でもね、超絶不人気車らしいんだよこれ。かっこいいけどね。いや、かっこいいよね、うん、悪いとは思わないな。かっこいい、かっこいい。250でさ、うん、いいね。この多分ね、このなんていうのかな、このなんて言ったっけな、ストリートファイターっていうこのカテゴリージャンル、なんかそれがどうもね不人気っぽいんだよ。ん？ストリートファイター？うん、この顔、この革命っていうか、はいはい、昆虫みたいな目。あ、そう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 、これがねどうもホンダ不人気だったらしいよ。これをフルカウルにすると、うん、CBR250 になるんだよ。あのレーサーっぽくし。あ、へえ。そう。でも廃盤なんだよ。うん、廃盤なんだ。そんで2000、ん？これ2017年製だ。はい、これ2017年製。でね、2018年に今度ね、CB250R になったんだよ。F が R に。何が違うんだ？そうそう。ヘッドライトのところが丸めの普通のネイキッドみたいになるんだよ。へえ。うん。だけ？だけ。あと多分ね、まあ、若干のね、出力とかの仕様変わるんだろうけど、まあ、ざっくりこんな感じだよね。それがまた今現行でね、結構売れてるらしいのよ。はい、そこに目をつけた滝さんが、超絶不人気車の CB250F。これ値段言っちゃっていい？え、言うんですか？言いましょうよ。超絶安い。5年落ちでしょ？あ、距離がね、2万4000キロが走ってる。はい。じゃ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 ん。落札価格、15万2000円です。これ、いいの？え？何が？値段価格？いや、いいでしょ。別に、タキさんのもんだし。ABS ついてる。ABS ついてんの？あ、本当だ本当だ。これ ABS のスリップリングついてるじゃん。本当だ。スリップリングじゃなくて、なんつったっけそれって。パルサーだ、パルサー。あ、そうそうそう。ほんで何、このキャリアがもともとついてるし、なんか、なんだっけ、携帯ホルダー、こんなんもう使えねえと思うよ、こんなん。そもそもこんなん落ちるからね、使ったら。これはやばいね。だいたいバイク用ってね、4点指示なんで、うん。上と左右とで。うん、な、落ちるからね。うん、いらない。ミラーもまだへまがってるけど、ね。うん、まあまあ、草ばっかだからね。うん、で、森脇のマフラー。これスリップオンだけじゃない、ね。多分ね、フロントパイプから全部変わってるね。すごい。ちょっと何言ってかよくわかんねえんだけど。あ、ほんと。これ、あ、でもディスクローターも結構減ってるわ。あ、やっぱ結構乗ってるね。この、まあ、2万4000キロだもんね。まあ、減ってたって、うん、まあ、全然問題ないけどね。はい。CB250F。はい。車検なし。うん。じゃあ、ちょっと、またがってエンジン始動してみてくださいよ。そうだよ。まだ、届いたばかりで、ノー整備だけどね。うん、そうだね。まあ、バイクなんか大した整備しなくても大丈夫。オイル交換して、ちょっと油くれてやりゃ OK で。うん、それにしてもその工事用ヘルメットで乗っちゃダメだからね。おお、あ、そのハンドル、バーハンがいいね。乗りやすいね。ね、うん、背筋が伸びてて。あ
タキさんの体型にもぴったりだわ。いいじゃん。これはスキッパーマットなの。どれ ABS、うん、あ、分からん。これ ABS カットしてあるんじゃない。 ABS のさセンサーかなんか故障してるのか、あえてカットしてるのか、どっちかだわ。今 ABS 効いてないね。チェックランプついてる、ええ、まあでもね、バイクの ABS なんかね、あってもなくても一緒だよ。転ぶのは一緒だよ。そうね、車と違ってさ。いやーすごい、どこどこ言うないよ。いや音でかいね。音でかいわ。まあ、車検ないって言ってもちょっとでかいね音ね。でかいですかね。分からん。重点俺のツーストなんかうるさいけど、フォーストはまたうるさいね。うん、換気と、まあ、がっちりエンジン温めてさ、オイル交換してさ、うん、チェーンに油くれて、スタンドに油くれて。うん、あとスノータイヤ履かせて。いやいやいや、いやこれね、冬は乗れません。そんでそのヘルメットで警察に捕まって、あのうち N モーターさ、あの責任取りませんので。いいね、よかったじゃない。じゃあこれでまたツーリング仲間が増えましたね。そうですね。はい、じゃあ俺仕事するんで、はい、遊んでていいよ、はい、今日は許す。